皆さん、こんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは、笑顔セラピーというテーマでお届けいたします。ここに一冊の本があります。はい。これ、笑顔セラピーというね、本ですね。野坂玲子さんという方がお書きになったそうです。あなたの顔は幸せそう、それとも不機嫌そうってね、こんな帯のキャッチコピーが書いてあります。それでこの本の中身はと言いますと、この裏に書いてあるんですけども、心から笑わなくたっていい、笑顔を作れば後から幸せがついてきますと。心からの笑顔が間に合わなくても形からの笑顔を作りましょう。あなたから笑顔を人に向ければ相手から好意が返ってきます。そしてあなた自身が幸せになれます。この本はあなたが見過ごしてきた笑顔の効果がわかるとっておきのセラピーですというようなね、こんな紹介文が書いてあります。要はですね、よくこういうことを言う人いるんですね。やっぱりね、心からね、本心からの笑顔だけはダメだよとかっていう人がいるんですけども、私はそういうのはあんまりこうね、賛成はしていません。作り笑いでもいいので、そこに努力をするということは非常に大事だと思っています。本心からの笑顔っていうか、とにかく笑顔が上手い人っていうのがいて、そういう人はほとんどが生まれながらですね、そういった感じなので、別に努力はしてないわけです。人間なので非常に努力をすることが大事だと思ってますので、最初は作り笑いでも全然構わないと思います。私もですね、そうやって練習をしてきました。そういった話がですね、この本のコンセプトなんですけども、ちょっと興味深いのが紹介されてるんで、読んでみたいと思いますけど、笑顔でアイコンタクトの大切さというですね、こういったものが書いてありまして、MLNAP という実験心理学者が次のような実験をしたというので、実験のことなんですね。1、電話ボックスでわざと10セント硬貨を置き忘れ、一旦その場を離れてすぐに戻ってきます。そして電話をかけている人に、私10セント硬貨を忘れていませんでしたかと尋ねたところ、ありましたよ、はいこれと硬貨を返してくれる人の割合が 63% だったということです。2番目、次にまた硬貨を置き忘れて電話をかけようと待っている人の目を瞬間ちらっと見てから電話ボックスを離れました。そしてまた戻ってくると硬貨を返してくれる人が 72% に増えた。3番目、さらに今度は電話待ちの人の目を見てニコッと微笑みかけ、そして一言お待たせしましたと声をかけました。すると 86% の人が硬貨を返してくれたというんです。そして最後、目を見てにっこりと微笑み、電話ボックスの入れ違いざまにさりげなく腕に触れました。すると 96% の人が硬貨を返してくれたというですね、こんなですね、非常に興味深い実験があるんですね。まあ、触れ合いの実験ですが、ほんの2秒足らずで人間関係は変えられるということを証明しているということです。しかも全く利害関係も先入観もない、二度と会うことのない赤の他人であっても、笑顔でアイコンタクトをする、さらに一言で挨拶があれば、瞬時に良好な人間関係を作れるというですね、すごい実験です。で、腕に触れるというのは物理的距離は心理的距離に比例するということを示しています。他の条件が同じなら人間は遠くにいる人よりも距離的に近い人の方に親近感を持つということですね。で、一番近いのは体を接触させている状態。で、欧米の人たちは挨拶の時握手をしたりですね、ハグをしますが、これは相手との心の距離を縮めるということなんですね。いや、よろしいでしょうかね。2秒でですね、相手との関係を改善できる、よくできるというですね、まあこんなことが笑顔セラピーというこの本には書いてあります。もしですね、この笑顔でなんか人生変えたいなとか、もう少し人間関係を好転したいなという人がいらっしゃいましたら、こちらの笑顔セラピーおすすめです。ぜひお読みください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント、株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。